エミリーさん、どうもです。えー、馬くんの G 戦で、えー、最初のシットポジションから立ち上がってすぐの振り付けで、えー、斜め上に伸ばした手を、すっとおでこの前に、えー、持っていく振り付けが入ってますよね。うん、あ、確かにこう素敵ですね。素敵だわ。夜が明け、光が差してきて、あ、眩しい、暖かい朝の光に包まれて、 くん、えー、が輝きを増していくのに、ね、いやあ、美しい。ジャッジ前の数々の決めポーズは点を出せという諏くんより、ケンジ先生の圧力、うん、ね、まあ、本当ねそんな感じでケンジ先生の、ね、色が出てるのかなと思うんですけども、うん、そしてアン,アンチアングル映像でジャッジ反対側とかのカメラ映像を見ると、それはそれで素晴らしいですよ。うん タケボニ猫さん、いやー、素敵。何回も見ているのに気づかなかった。少しより変わってるね。教えてもらってありがとうございます。うん。まあ、ちょっとずつ振り付けを変えているということで、やっぱり、その、下に向けて点数とかも取っていかなければいけないんでっていうところでしょうかね。エビデーさん、この瞬間を写真に撮ったカメラマンさんがいます。誰かわかんないけど、出てたということですね。なるほど。 えー、竹森猫さん、本当に探します。えー、待ち受けにしたいくらい。本当、何気に見てたから、こんな素敵な振り付けに気づかず、本当ありがとう。うん。えみさん、エミリーさんは竹森猫さん、それです、それです。そこの振り付け気になったんです。どういう意味って、誰かに行きたいと思っていました。おおなるほど。ちょっと僕も今度見ていきますね。ちゃんと見てきて、どんな意味なのかというところで。えー、エミリーさん、ね、これですよね。 意味は私は勝手に書きました。うん。そうなんかね、え、みけさなるほどな解釈ですね。そして誰、誰しも気になっていたんですよね。ケンジ先生、ステファンって、想像だけでも楽しめる。うん。まあ多分、ケンジ先生の振り付けをやって、教えてもらって、その後まあ、ステファンのところにもちょっと教えてもらって、まあ、ちょっと変えたりとかもしてるかもしれないですね。うん。 はい。え、竹森猫さん、こんにちは。えー、気がついていたのがすごいです。あの、私、気づいていなくて。うん。僕もそこちょっと気づかなかったですね、ちゃんと。さっき、ザ・アイスの振りを見ていたら、振り変わっていますね。いろいろ教えてもらうから、嬉しいです。エミリー様の解釈、素敵エえまで打ったから、えま、えま、えまって出てきました。あ、これあれ、ご変換のことですよね。うん。はい。えー、なみなみさん、どうもです。 本当、アンチアングル。えー、楽しい。うん。あ、すみません。<laughs> マルチアングルです。すませんあ。マルチアングルですね。アンじゃなくて。マルチアングルですね。えー、っと、楽しい。うん。え、キスクラでは、しょうまくんのジャンプの時に手を合わせてくれるリカちゃんが本当にありがとう。うん。そうですね。ほんと、そんな感じで。 ね、でも、木平さんもね、本当に、かおちゃんは途中からスマホを出して、あれはおそらくステファンを撮影していた、あー、あこれ分かんなかったですね、なるほど、踊り狂い始めたステファンを、かおちゃん、かおちゃん、かおくん、んあかおちゃん、かおくんですね、三浦カオくんと坂本かおいさんですね、えー、りかちゃんもちら見しながら、ニヤニヤしていました、そして4日目では、祈るように手を合わせている自分を発見ということですね。 うん、ジャッジ側の設だったんですぐに分かっちゃった。これもまた、翔ょうくんと共演ってことにしておきます。本、う、当、ん、ほんとステファンもそうですね。まあ、これからもたくさん見れると思うんで、グランプリシリーズでどんなステファンが演技ができ見られるのか、うん、そこもちょっと楽しみながらね、見ていきたいと思います。はい。